我々、僕が生まれた年に生まれたウルトラマンっていますよね、これ。いますいます。ウルトラマンっているじゃないですか。ジョアッチ。ジョアッチ。そう。で、この仏教って何かって言ったら、ウルトラマンになることだっていうふうに考えてください。これ、すごくわかりやすい。で、ウルトラマンって、あのね、光の国から来てんですよ。で、これね、はい、アミターバ、アミダ仏、太陽、大日如来として、崇めてて、仏教っていうのは、向こうからこっちに来るっていう、その思想があるので、光の国から僕らを助けに来てくれる菩薩なんですよ、ウルトラマンって。で、ウルトラマンっていうのは、非言語でしょ？ドゥアーでしょ？喋れないと基本的に。で、性別ないんですよ。これも菩薩なんですよね。で、利益は関係ないですよ。あんな大変なことして、ただですよ、あれ。ね、ただですね。ただでやってくれてますよ。ウルトラマンは。無料ですね。そうなんですよ。それで救済してくれる菩薩なわけですよ。でも、減俗できる時間、要するに属性にいられる時間は3分しかないから、3分で倒すわけですよ。何を倒すか？怪獣ですね。これ煩悩ですよ。煩悩を倒してくれ、みんな。だから、みんなの煩悩を倒してくれて、光の国に帰っていく菩薩神っていうのがウルトラマンなわけなんですよ。だから、君もウルトラマンになろうっていうのは、これ、仏教徒になろうっていうんです、これ。実は。なので、つぶらやさん、何か分かんないけど、あれ、何者かに乗っ取られてますよ、魂を。完全に仏教のためにウルトラシリーズ、いまだに作ってますから。なので、我々ウルトラマン好きの日本人っていうのは。おもちゃを売るとかっていう煩悩から作ってるんじゃないんですか。いや、あのね、煩悩の話で言うとね、怪獣の方がウルトラマンよりもね、人気があるっていうのはあるわけですよ。これは煩悩の方が面白いですよ。なるほどね。長い方がもう楽しいじゃない。それが毎週いろんな煩悩がやってきて倒されていくっていうのを見るのがウルトラマンを見るという体験なわけですよ。で、これをが仏教だって分かると、はい、ウルトラマンになろうよっていうのが仏教です。そういう悟ろうよってことですか。みんな一人一人がウルトラマンになろうよってことですか。そうなんですよ。で、今回の親鸞がはっきり言ってますけど、はい、真実真理っていうのは利他性と利己性の2つっていうふうに言われてたんですけど、親鸞ははっきりと利他やって言ってんのよ。誰かのために何かをするっていう行為そのもの、そこから生まれるエネルギーっていうのが真理だっていう言い切っちゃっているので、ウルトラマンしかいないんです。ウルトラマンは、時給発生しません。レンタル悪を倒す人です。頼まれてもいないのにやってきて、はい、みんなを救ってくれるやつ、体を張りますからね。え、そうで、光線で倒すじゃない、うん、でそのだから光で倒すんだよね。それで治水治性、そうだから、つまり、なんていうの、非常に仏教的ですよね。それで煩悩を破壊していくという、そして光の国に帰っていくというのはもう完全に、仏教的な思想だということなわけです。